はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、本日お知らせ更新されまして、まさかの新しいイベントの情報が来たんで見ていくんですけども、こちらというわけで、マップイベントですね。デッドモール編3というわけで、明日からまさかのマップイベントが開催されるという、このイベントがごちゃついているこの感じ。これがスマホゲームなんですよ。半周年イベント、ハーフアニバーサリーが21日から始まるのにもかかわらず、新しいイベントが明日からまた始まるという、この、なんかいろんなイベントが重なってる、この忙しいのがええねん、スマホアプリは。ようやく、ファンパレも、他のゲームに追いついていってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、個人的に、びっくりしましたけどもね、21日まで何もないと思ってたんですけども、まさかのマップイベントが滑り込みであるというわけで、しかも明日の金曜日から、27日まであるんですよ。だからまあ、ハーフアニバーサリー中もちょっと開催されるという状況ではあるんですけども、ただしかし、さすがに新キャラはいません。新階層はあるんですけども、新キャラなしなんで、まあ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 っていう感じかな。新階層こんな感じで、石の矜持というわけで、矜持という最強 SSR 階層が、ハーフアニバーサリーでナーフされるという、そこをもう示唆してるかのごとく、同じ矜持という文字をぶち込んできたこのあたり。これ矜持への弔いちゃうかなと思うんですけども、このお二方がなんか頑張っている状況の、階層だけですね今回は。はい、ほんでこの階層も定番の向上なんで、まあ、別に今回ガチャ引くのはええんじゃないかなと。まあアホみたいに強かったらね、味方全体の与えるダメージ 100% アップ6ターンとかやったら引く価値あんねんけど、まあ別にね、そんなんじゃない限り引かんでいいんじゃないかなと思います。で、今回のデッドモール編大討伐戦、3は、イベント限定階層、個人的にこっちの方が絵柄めっちゃ好きやねんけどな。こっちの絵柄をさ、僕はガチャ階層にした方が圧倒的に良かった感じがすんねんけど、このパンダとメカ丸めっちゃやん。地味にこの2人のツーショットってさ、原作でぶつかってるからよ。このパンダがゴリラモードになった一気のところの、だからなんかこの2人のツーショットってなんかいいですよね。敵対していた者同士が今なんか、まあ、ちょっとメカ丸はすんごいダークオーラ放ってんねんけど、まあ、パンダはね陽気なんで、パンダめっちゃノリノリで2人でこのデッドモールを散策すんのを楽しんでるけども、メカ丸は昔の敵なんでちょっとよく思ってないっていう、そういう状況かな。渋ってるメカ丸を、パンダが引っ張り回すっていう回想なのかなこれは。なんかええなこの2人の、この2人ってさ、戦闘以降会話シーンとかなんかありましたっけ。なかったやんな。ちょ覚えてへんねんけど、なんかいいね、このゲームならではの存在しない記憶ちゃうかなと思うねんけど、ファッショニスタパンダというわけで、パンダが主人公ですね。はい、まあ、イベント限定回想となってますわ。はい、そんでもって、今回は、メダルアップは回想だけですね。そんでもって、また定番のエクストリーム1等々があるという状況で、まあ周回頑張ってねっていう感じになってるんですけども、あ、スコアタックかあったな、そういや。まあスコアタックも頑張ってねっていう状況ではあるんですが、まあそうですね、今回は大討伐戦なんですけども、まあキャラとか登場しないんで、ハーフアニバーサリーに向けて石を貯めてねという、幻影メダルとか貯めてねっていう、まあ、イベントになってるんじゃないかなと思いますね。人によっては、もうそろそろ
あの現役メダルまた1500貯まるっていう人が結構多いんじゃないかなと。僕もね今現在、1100なんで、多分今回の大東抜戦と次のハーフアニバーサリーで貯まりますんで、まあそういうのもあって、呪霊3体全員が交換できるっていうのも近いんじゃないかなと思いますね。まあここで僕ほんまにこれ来るって思ってなかったからな、びっくりした。さすがにこのハーフアニバーサリーまでの、まあ言うて21日まであるんですけども、今元凶戦ありますから、別に何もないわけちゃうからね。今までで言うとそんな5日間ぐらい何もないなんか、まあ慣れてたんですけども、こんなあの詰め込んでくるのを見たら、もう今後そんな5日ぐらいの何もしない期間がちょっと苦になってしまいますね。元凶戦、大東抜戦、ハーフアニバーサリー、3つのイベントが被るっていう、これはいいね。ちょっとハーフアニバーサリーからファンパレ圧倒的に変わるんちゃう。この、まあ、大東抜戦じゃなくて、あの元凶戦とハーフアニバーサリー、まあ、元凶戦は20日で終わるんで、まああれなんですけども、言うて元凶戦でやること結構ありますからね。まあ今までもこんな感じの元凶戦の時は、後半何もやることはなかったんですけども、まあ別に慣れていたんですが、やっぱこう他のイベントが来たらなんか盛り上がりを見せるような感じですね。まあコンテンツがあまりないのでね、このファンパレは。だからなんか無限回路やったっけな、なんか新しい、追加のエンドコンテンツがなんか制作中らしいんですけども、なんかそんな感じの、エンドコンテンツがなんか結構来てると思えば、元凶戦もまあエンドコンテンツで、もう大東抜戦もまあイベントなんで、3つが被るっていう、この被り方はなんかスマホゲームではよくあるんで、こういうね、なんかやること多すぎて忙しいやんっていうのは今までなかったんで、ファンパレはやることなさすぎて暇やったんですけども、ちょっとこれからのファンパレは一味違うのか。僕はね、もうガチャ出さんでええからマップイベントとか連発してほしいね。今回の元凶戦のガチャみたいに既存のキャラでいいから、ピックアップガチャは。だから別にいちいちガチャ出さんでいいから、元凶戦とかマップイベント、ストーリーイベント、ストーリーイベントはまあシナリオあるからあれやねんけど、マップイベント元凶戦は楽やと思うから、その2つもうボンボン連発してほしいねん。ガチャいらんから。まあ、今回は一応ね、階層新階層くんねんけど、まあどうせ引かへんから、まあこういうイベントが被るの今までなかったんで、なんかワクワクしますわ。